はい、ムチ TV のムチです。今日ご紹介する商品はですね、久々にマックネタで、マックでどこでもハワイっていうことでですね、マクドナルドは年中食べてるんですが、今回のね、このハワイシリーズはね、とても美味しかったので、どうしてもね、お伝えしたいなと思いまして、動画にしてみました。それで、見てるね、チーズロコモコかなは、まあまあなんですけど、まあまあ、想像通りの味なんですけど、ハワイアンパンケーキキャラメル&マカダミアナッツがね、最高。もうね、冬のね、あれなんだっけ、シナモンメルツ、もうあれ並みにもうヒット作だなって、これですね、今見えてる。これ本気でうまい。あのね、もうデブまっしぐらだし、カロリーもそうだけど糖分もすごいんだろうなってぐらい、このキャラメルマカダミアナッツのトロトロの甘々のこってり感がね、もうなんとも言えない。そう、これね、このソース、ぶっちゃけね、下のはね、マックグリドルの同じパンケーキを使ってますよってもうホームページにも載ってるんですが、このね、ネチョネチョの、今ちょっとネチョネチョ感を出してみようと、ネチョ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 ってやってますけど、これがうまい。もうたまんない。もう何度でも食べたくなるって感じって言いながらね、この動画を撮った時しか食べれてないんですが、またね、次のお休み食べたいなと思います。っていうところでね、今回ご紹介するのは、マクドナルドのどこでもハワイということで、商品ご紹介します。あとね、マックフィーズのね、ブルーハワイも想像通りの、かき氷とかにあるブルーハワイの風味ですね。子供が一番素直でした。あ、かき氷のブルーハワイだっていうね、味でした。ただね、さっぱりして夏のこのシーズンにはもってこいなんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、ではね、食べてる様子、ムッチが食べてる様子を見て、お腹を空かせてください。ではどうぞ。はい、あとこちらがですね、あまり大々的にやってませんが、マックナゲットのソースが期間限定でアラビアータソースとレモンタルタルソースっていうのがありまして、こちらも美味しかったです。で、アラビアータソースはね、本格的な辛さなので、マクドナルドのね、なんですか、万人受けする感じとは別で、本格的なピリピリとしたものが感じられる辛いソースで、風味もいいです。で、レモンタルタルソースは正直今までいろんなソース、マック出してるけど、なんつうね、なんかちょっと違うなっていう感じしました。ただまあ、さっぱりして美味しいなってぐらいで、なんかもう一回レモンタルタルソースを、食べたいなっていう感じではございませんでした。このおまけの写真は、あれです。うちの娘が、自分も撮ってってことだったんで、いつものハッピーセットのチーズバーガーでございます。ここからはね、完全マックとは関係なくおまけですが、今見てもらってるね、今回大変美味しかったキャラメルマカダミアナッツの入ってるこのケース、
今ではね当たり前に皆さん、私も含め、パキッとやってね、ソースを出したりいろいろドレッシングかけたり、あとコンビニで買ったフランクフルトだとかアメリカンドッグのねマスタードとケチャップ入りなんていうのが、ありますけど、こちらがねちょっとねあーっと思い出してちょっとお話ししたいと思います。こちらはね、昔はね、ディスペンパックって言いまして、出た当時ね、いろいろ話題で、どっちから開けるんだか分かんなくて、私たち世代も含め、もっとお年寄りだとね、出てくる方を自分の顔の方に向けてどうやって出すんだビュッてやると自分の顔にかかったり洋服にかかったりして結構大惨事になってるなんていう場面を見たりする時代がありました。で今ではねもう当たり前のようにドレッシングとかバターとかマーガリン変な話ブルーベリージャムとか、セットに入ってるのがあると思うんですが、この容器が開発されたのがもともとね私のやってた仕事のようなこう高所作業とかそういうところで、片手が塞がってる状態でもね薬が濡れたりということで実はもともと開発されたみたいです。で日本では独自な進化を遂げてですね、2種類入ってるソースってあるじゃないですか。今話したような例えばケチャップとマスタードとかマーガリンとジャムとかこういうのはね実は日本のオリジナルで、片側の袋側に、ジャムが入ってて片側の袋側にマーガリンが入ってるっていうのは実は日本特別仕様みたいです。で元々はディスペンパックっていうものだったんですけど2019年に、パキッテっていうですね名前に変更したそうです。まあこの辺のね、容器はいろいろ元々のねあるんでしょうけどやはり日本人っていうのはいつもね、一風変わった元々ある製品をうまく活用してさらにもっとね日本人らしい、工夫がプラスされてねすごいなっていうふうにいつも思います。まあちょっと話は全然マックとは関係ないですがちょっと気になったので思い出したので話してみました。ではまた最後までご視聴ありがとうございます。ムッチ TV のムッチでした。チャンネル登録もお願いいたします。